おはようございます。今日は都城にハピネスがオープンするので一番乗りでやってます。さあ一番乗りシリーズ、まずは一旦 CM です。都城ミートツーリズム、食べて泊まって市から1万円の補助、宮崎旅行サービスまで。着きました。誰もいませんね。こちらが今日オープンのハピネス都城本店です。ようやく明るくなってきました。場所は今見えてる西都城駅の真ん前です。花輪がいっぱい出てます。そしてお店です。あら、おはようございます。早いですね早いですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。6時かな2時間待ちおかげで1番来た来た来た。ねえ、開きますね。待ち、おー、いた、いいですか、入って、あー、やった、ありがとう。開きますね。待ち、おー、いた、いいですか、入って、あー、やった、ありがとう。98円の卵探してるんだけどないんだよねどこなんだろう。これ安い。あ、いなり111円、鶏飯も111円、あら寿司もみんな111円、安い。さあ買い物終わりました。こちらお茶と、そして僕の主食のレトルトカレー、あといなりと赤飯、バラ寿司、鶏飯が全部111円でした。すごい、これ444円でお腹いっぱいになっちゃいますね。さあ、この YouTube に CM を入れさせていただいている株式会社宮崎旅行サービス様にご挨拶に来ました。いいですか？いや、ありがとうございます。ちょっとご挨拶に来させていただきました。ありがとうございます。あ、素敵な社内でございますね。ありがとう。あ、パンフレットもいっぱい。ありがとう。あ、いいですか、映っちゃっても。それはいいですかね。ありがとうございます。今夜はこの古民家焼肉店伊勢丹でお食事会があります。早速入ってみましょう。あ、またドアがある。あ、いいですね、ストーブがあって落ち着いた佇まいです。さすが古民家。すごい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 、そうそう、せっかくなんで。おー、あ、いや、いいですよ、送ってくださいよ。あ、ありがとうございます。3人シェア、うん、おいしい。